今回はボートレーサーに必要な能力について紹介したいと思います。時速80キロ以上のスピードで戦うボートレーサーに求められる能力とは、ここではボートレーサーに必要な身体能力のテストが体験できるんですね。やってきたのはボートレーサーインフォメーションブース。こんにちは。ボートに試乗するコーナーやレーサーの世界を疑似体験できる VR があります。さらにここではボートレーサー養成所の試験の一部が体験できるんです。まずこちらは、これがですね、握力を測る機械なんですね。これで試験の時はこのような形で測っていきます。試験の一つがこの握力テスト。レースではどんな時に握力が重要になるんでしょう。左手レバーと右足っていうのが基本的にこう軸になるので、そういう中でこの左手っていうところをしっかり固定して、要はコンパスを描くような感じでこうターンしていくので、やっぱりその軸となる左手っていうのが非常に大事になるんではない。これがブレたり、ここが脇が空いてしまったりするとやっぱり不安定になってしまうので、やっぱりあのスピードの中で固定させるっていうところではやっぱり握力っていうところは最低限必要になってくるんじゃないかなと思いますね。ボートレーサーの適正基準はご覧の通り、男性の場合80キロから90キロです。続きましてはこの背筋挑戦体験してみたいと思います。よろしくお願いします。いきます。よいしょ。どうでしょう。植木さんの背筋力は118キロ。レーサーにとって背筋力が重要な理由とは。特にこの上底姿勢っていうんですかね、モンキーターンでも中腰でターンしてますので、船の上で安定させる力っていうのはやっぱり背筋なのかなというところで、ボートレーサーも今背筋をボートレーサーになっても鍛えているので、まあ、やっぱり重要な部分だと思いますね。背筋の適正基準は男性の場合130キロから150キロです。続きましてこちらが立位体前屈と言います。もう何十年前を思い出しますけど、私も試験の時にしました。前屈して体の柔軟性を測ります。まあ、でもこれはやれば必ずできるようになると思います。僕もレース場では、まあ、これと開脚は毎日レース場でやってたので、だから開脚なんかこう綺麗に開いてましたので、だからぜひ皆さん頑張ってください。体の柔らかさはなぜ必要なんでしょうか。上底するときにやっぱりその正座をしたままこう体を前に伏せてる状態なんです、ね、だからいかにボートの中でこう風の抵抗を受けないようにこう畳み込まないといけないというところで、体が柔らかくないとやっぱり難しい。適正基準は男女ともに15センチから20センチです。続きましてこちらが反射神経のテストが体験できるんですけど、こうあまり馴染みがない機械なんですけど、これぜひボートレーサーを目指している方は体験していただければいいかなと思います。これは反射神経のテスト。ランダムに光るボタンを光ってから 0.4 秒以内に叩くというものです。反射神経はレースのあらゆる場面で重要だといいます。ゆっくり考えてレースはできないので、やっぱり全てに対してもうリアルタイムで正しく判断していかないといけないって、 0. 点何秒何秒で判断していくっていうところはこれに通じるんではないかなと思いますね。反射神経の適正基準は男性の場合30秒間で13回です。全ての機械においても
数値は高い方がいいんですけど、そこまでに何秒でいけるかっていうところが本当は水面80キロで走っていくボートの中では求められるんじゃないかなと。こちらの男の子は反射神経のテストにチャレンジ。どうだった？難しかった？どうだった？簡単だった。4歳になったばっかりね。もうちょっとだね。